が足りない。オッケーオッケーオッケー。そうそうそう。次の試合がチャズ2対 S、 準備お願いします。生だから学研のじゃあジャンケンお願いします。今日一方の受付の女の子で終われない、だからマイク逃げる。この場所ステージでお前なんてすぐに沈めてあげるの。今日裏マラスの相手でも私がこの場でお前を上回る。だからこの場所お前なんてすぐに消えてしまうのステージ。今日からジャップの兄ちゃん、ブラックの兄が飛ばしだから、まず風呂飛ばす。2000円ペイした受付に、それでウェイ行くだけだな、レッツケリー。Yeah, yeah, ウェロフォー行くだけわかるかな。まずウェロフォー、もっとフェリー、フォーティフェリー、飛ばしながら言葉遊びながらやるだけ。Yeah, だって待って待って、チゲってことをまず風呂でわからすだけにさ。今日そんなこと言われても全然大丈夫だぜ。心に傷一つつけられはしないぜ。この場所お前に言葉の鋭いナイフ突き刺して溢れるぞ。ちぐらい噴水のように溢れて、まだまだこの場所お前なんてすぐに潰れとる。私は上を目指してる。俺だって上目指してる、変わりはしねえ。そういうこと同じ思いでやって、変わらしねえんだ、わからしねえんだ。さりげなくスピン上がらせてんだ。ビート乗りこなす、これがプロ。伸ばしながらそんな感じ、今日は上がらせてんだ。俺を狂わした雷ページャー。いや何やってんだよ、顔が幼えな。お前高校球児が高校取ったみたいな顔、何しちゃ向いてんだ、正面向けよバカ。顔ちげえぞ、顔がビビってる。そのピュアな瞳の奥がビビってるのも俺お見通しだからね。何かを見てんで顔決めて。ああ、どっちを見ればいい。客がいても結局同じ。どこ見る下上、俺は上。お前の上、また行くだけだから。なんて話し方の方、ビキッドじゃならば倍速で言葉はめて遊ぶだけ。お前はなんだか喋り方、あと顔面持ち前、ごめんバイバイ。何最後なんつった、あーこいつやっちゃったよ、マジで何やってんの。ちゃんとビート上で語るってことお前に言ってやるよ。何お前が上向け、上向いてたらお前より手ロブロー食らして死なせてやるや。そういうラップしてくギャグラップだけど何か悪いかな。いや、つまらねえよ、ギャグラップ。マジファッキュー、言うしまうようなところ。いや、お前はビート上で語るとか言うけれども、フローで語る。世な内容しか詰めてない。当たる当たる、触りもないようなフロー、かっこよくもね。で、話こいつ、マジでしね。マジで乗り込む IPPO。 俺のライブのフローは最新仕様。群馬レペゼンのシャッターガン、こっちのラップが半端ないか決めよう。歯を笑いですぐ決着つけ、あとはミッチーじゃなくてミクチ。 M から F to the T、 ダメじゃね。群馬の風ここ吹かしに来たし。えいよ、どうした緊張か。えい、取っ払っていざ慎重に勝負。こっからトップだからしっかり一回せかますから手あげな。よっ、グッバイバイバディボーイ。でいらないフローもインもダサすぎるな。よっ、こっからしっかり乗りこなせ。決勝まで行く、みんな見ててくれ。部長変だ、言った割に全然呆れてない。フローだと陰だと、マジでやかましいわお前。さっさと消え去るよ、お前みたいな半端なクソガキは。そもそも眼中ないぜ、アウトオブ眼中。ここにいる客どもを狂乱範疇にさせるぜ。マジで眼中ないやつはそこ終わるぜ。俺が決勝行くぜ、1000円を5万に換金するシステム、ありがたく使わせてもらうぜ。えいよ、俺が眼中にない、でもこいつは下手くそなラップ。えい、勝つ枠ならいらないぜ、元剥がれよ、この
な感じフローでかます晴らすこの場所で鬱憤をよしっかり気分巻きに来たんだぜよそれだけここだ終われねえ止まらねえ魂込めるだけよ一回戦まず健康だけどもやってく勝つこの戦争よ止まってばっかでビート上こいつまだまだ赤子のようだ一瞬で打ち抜く坂本龍馬今日は死に来たぜ文明開化朝日昇らせるこのディスコ乗り出した踊り出したカメラ今日の一歩は高校生限定特の死に坂本龍馬誰お前興味ないぜマジで文売買さ昨日お前の言葉をそのまんまかいるな頭でブレイキンブレイキンフローで勝負ならこっちの方が上がれるぜどっちがいるんだフレーバーを出してるの吸い込んで吐き出しハイになるだけよ知らねえよトゲトゲまたバカ知らねえいらねえそんな言葉は分配倍でも上がらないかました言葉でバンホームランそんで逆転しましたねこっから逆転高くやってくぜよしっかり乗りこなすビートの上乗りこなした負けないぜホームランどこ行ったのかわからんその球全く見えてないお前がナッツよりはあー勝ったけど関係ないもう一回仕切り直しやナッツよりバッツお前はバイブでアイブその程度じゃ俺の鼓膜は濡らせない俺はその奥の渦巻きかまでキャッチして今日上がるぜしっかり皮越え俺レベチッコロレッツ決めたここレッバイト引くだけ相手はちょっと小さい子を首切るこいつ死に損ないおうまたこれ以降の会長しっかり俺は飛ばろうリミター会長今日らもまた受験生終わったから鋼心捨てん俺はレベゼン松山俺は身長小さいけど見た目だけで判断すんじゃねえ今日の一歩ならアンダーグラウンドやら間違えたアンダー18ちょっと今マジ初めてでちょっと緊張してるけどしっかりと飛ばせ人に入ってくだけでいいからまたこいつ倒してくれるラッパーなら10分の過去貫けビート上で間違えたどうか熱からねピッコラボとラップ浅はかそれで熱らは立たらせねえバカじゃねえのお前そんな適当なこと言って勝てると思うんだ松山川越外部は出てけ俺が川越これ何つかレベル外部は出てけじゃなくて外部が潰しに来たそれだけだ川越どうのどうの知らねえちちちじゃねえそんなの誰でもできるだろ目見てこっちいやつかなでもラップでバトルしてるから今日はこの言葉で叩きのめすだけいやちょっと Yeah. ナショナルハイで一番イカれた野郎またステージ上に登場どこまで行ける景色広がるワイトな視野お前の見せてくれ Yeah. 世界観のぶつかり合いそれがしたいまずはセンターから登場現世平成の若者たち恥かきに来たが公衆のレンジワイド見せる前にお前ステージ上でお前はマイク落とす前にしっかりとフロー乗りながらまたやっていこうかお前のフローとかいいとかもないラブならばここら辺で終わらせてやるぜまあ MA1 かわからないフローばっかつまらないなファッションチックじゃねえんだよなファッションどうでもよくねえか何最新何気取ってんのこれ引っ張って殺してやろうかあ Yeah 俺はちげえ一番イカれた野郎つってんだよローライム全て吹っ飛ばして俺はフットワーク自分なりの生き様を見せるだけだ俺が近づいてたらどんどんとお前の気迫がなくなるそれじゃダメだぜそれがラッパなれば今日はここら辺で終わらせてやるだけなんだぜ今日このネックレスで引っ張って殺す無理だろどう考えてもよこの野郎これだけで殺せたらお前は普通に死んで反対してこんな若い MC 人口増加してる俺は今日心臓発作起こしながらまたやってくるけどお前のそのラップつまらねえよもっとゆっくりのセーブかそれが早く乗せることもできるこれはユーズだあんたじゃねえぜしっかりとまたもやっていくだけ遠慮せんなくて変わってユーズだあんたじゃない
ないの分かってる、全部パクリだろリックシー。あは人工効果とかなんすか、レトルトライムであげる気か。いやお前はレトルトだろ、俺はインフメルデフォルトだよ。オッケー、これが基本事項、ラッパーとしての道筋マイウェイがちげえ。レトルトか本場かわからないけどもやってるだろてめえが、俺のことどの子の言える立場じゃねえんだ、そういうところ分かってねえな。なあお前のそういうとことかフローとかないとかさっきから言ってんのに、ずっとライムライムライムでライドしてるからちょっと聞け。いや同じフローばっかやって上がってないの分かってない様子、自分の周り見てみな、俺ばっかり見ないで客も見なよ。しっかりこれは100円だぜ、100円程度のラップじゃねえ、中身スカスカなんだよクラッカー、こっちは忍者イエロークラッカー。そしてオッケー優勝取ってラブケン、まだバイトボスカムでマイメス、そんなマジ分コイングマイウェイ、下手だったらマジで興味ないで大丈夫どこら辺、まあ誰か知らないけどワンテイク釣っていく、関係なくかましていく、そんなもんだぜこのゲーム、楽しんだもん勝ちは間違いないっしょ。 Hey yo マイク持てば全然大丈夫、ならば俺ならばラップのせ僕的な感じで声と出て回恥かいた、だからもっとやべえラッパー会いたいな、そういうことまた会いたくてならば西野かな、俺ゲームで言うならチートキャラ、それぐらいのものまたかもしれない。ゲーム結局は決まった物語しか進めない、マジでくだらねえつまらねえ、うん、わかる、あと声と俺恥かいた、ありがとうチェックサンキュー、えいよ恥かいてなんぼ、恥かいたからこそ強くなれる、そこら辺分かってねえお前はなんだ、うん、オッケーそっからまた下からくじ変えた、俺のスタイル間違いないっしょ、えいよ恥かいた分強くなれる、お前見てれば全然わかるよ大丈夫、おいおいそういうことだぜ、決まったストーリーだけじゃねえってことだ、ゲームには裏技いろいろあるから、ゴールは一つじゃねえってことだぜ、ヒップホップと全然一緒、ゴーゴーコンクバトルも全然一緒。遅れて登場か怠け者、まあお前の名前にちょうどぴったりだな、まあここら辺で俺が勝つからよ、俺はまあ渾身のギャグラップをここでかますで、お客さんはもう気づいてるはずだ、俺にもう手を挙げる準備は満タン、怠け者、まあ焼きそばにくるめてお前の意見を褒めるか。いや、遅れてきてない、しっかり来てるぜ、目も見えないのか、お前のギャグラップセンスに満ち溢れてない、音にまずはめることすらできない、それじゃ無理じゃね、お前のスタイルまず焼きそば、怠け者サイズ的におかしい、俺の方がギャグラップじゃね、お前のスタイルブレブレ、それじゃダメだぜ。いやいや音に乗るだけがヒップホップ、それは違うだろう、俺はそれを証明したくてこの舞台に立ってる、お前もそれを分かってくれよ。いやいや確かに大きさは違えな、お前それは正解だよ、お前最高だな。いやいや俺が全部正解だよ、お前が言ってることどこのフェイキよりも達成だろ、前回の一方の方がイケてる、 MC 揃ってたんじゃないって俺は思ってるけど、俺がリスペクトしてるパテさん、気にならないぐらいの盾さ、この場所まあもう一回勝てさ、俺はそれを糧にしてもっと勝ち上がるから、ガチガチに固まっちゃダメだぜ、楽しまねえドラッグサイファーじゃねえぞこれはよ、楽しめよ緊張がガチガチチンコだけでいいよ、お前はさガチガチやるんだったらばさ、いつやる爆弾国旗検証トヨヤン、もうそろそろ帰っていいよ。いやガチガチかもな、でも楽しんでることでめっちゃ楽しいから、やるならオッケー、今日なら全員の嵐同行、今日こいつするサバがそうそう、それで全てならオッケー、またやりだすか、こいつ頭悪いから頭全部潰す、それでオッケー。あれ咳しないっすか、恋の時と違うんすかね、えいよ咳しないんだったらもういいよ、えいよお前砂漠闘争とかさサイファーやってる時のネガバッタ使ってんじゃねえよ、使い回し野郎、お前のラップはインドフロージンの像、使う俺のチンコのデカさインド像という風に楽しめよ、リラックス大事だろ。
シェいつも友達だから俺いつものことを突き通す。それが俺の心、それ男をしっかり見せる。刀握ったら絶対首切る。最後まで離さず切るだけ、しっかり突き通して後ろの壁そこも突き通してやる。お前吹き飛ばすだけだここで、わかる？首から全部引き上げる。